猫の会議。ある町の片隅に広場があった。どこにでもあるような広場だが、あなたの暮らしている町の広場とは一つだけ違っていることがあった。夜になると町のあちこちから集まってくる12匹の猫たち。この広場は猫たちの広場だったのだ。毎晩犬一番にやってきて、いつもの場所でくつろぐ長老の猫。次々やってくる猫たちにはそれぞれ好きな場所がある。誰がどの場所を好きなのかお互いよく知っているから、場所争いなど起こらない。猫たちは毎晩この場所に必ず集まってはくるのだが、誰かが特別何か話をするでもなく、話を聞くでもなく、ほとんど黙ったまま好きな格好で座ったり寝転んだりしている。そして夜明け前の街に一番乗りのコケコーコーの鳴き声が響くと、それを合図にそれぞれ自分の住みかに帰っていった。ある日のこと、大変不思議なことが起こった。どういうわけだか知らないが、この広場の真ん中にとても大きなお皿が一枚。ででんえんえんえん。はあ、こんな大きなお皿いっぱいのごちそうが食べたいな。みんなそれぞれ自分の好きなごちそうを頭の中にてんこ盛りにして、空っぽのお皿をうっとりと眺めた。とても大きなお皿だから、夏ならプール遊びが、冬ならスケート遊びができそうだ。そしてその次の夜、もっと不思議なことが起こった。お皿の上に大きな赤いお魚が一匹、ぐわーっと大きく口を開けて、ドドーンと乗っかっていたのだ。みんな一斉にわっと飛びつき、24本の前足がごちゃごちゃに重なった。互いに目と目を見合わせると苦笑い。話し合い、話し合いとは。そうそう、相談、相談、相談しましょう。そうしよう。一番腹ペコの太っちょ猫が生つばごっくん。食べたい。眉間にしわ猫が、僕も食べたい。ドラ猫も、俺も食いてい。私も食べたい。わいわいわい、ガヤガヤガヤ。猫たちは相手の話など聞こうともしない。自分のしゃべりたいことだけを自分勝手にしゃべるだけ。それもそのはず、これまで一度も話し合いとか相談とかをしたことがなかったのだ。しー、静かに。諸君、静かにしようではないか。演説好きの長老猫が言った。その声をきっかけに、どの猫も口をつぐみ、見事に黙ったのだ。隣同士目と目を見つめ合い、太っちょ猫がよだれたらたら、食べたい。僕も食べたい。俺も食いて、私も食べたい。わいわいわい、ガヤガヤガヤ、しー、静かに。諸君、我々は静かにしようではないか。みんな黙った。実に見事に黙りはしたが、今度はどの猫も一匹残らず、お皿の上のお魚から目を離さない。眼力でお魚を自分の方に引き寄せようと睨んでいる。太っちょ猫がペロリと舌なめずりをした。ペロリペロリペロリ。どの猫も舌なめずり。太っちょ猫が尻尾の先でお魚をなでながら、食べたいな。僕も食べたいな。眉間にしわ猫が爪を立てずに肉球でさする。俺も食いてえな。私も食べたいな。ボソボソボソ、ゴニョゴニョゴニョ。
やがてみんなのつぶやきはだだこね声となり、食べたい食べたい、ガブリと食べたい、僕も食べたい食べたい、頭からガブリと食べたい、俺も食いて食いて、尻尾はやだぜ、絶対やだ私も食べて、ほっぺほっぺほっぺを食べたいわわい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 、ガヤ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 、しー静かに静かに諸君、我々は静かにしようではないか。おけごーこー諸君、一番乗りだ。今夜もう一度集まって相談しよう。次の夜、いつもの広場にいつもの猫たちが集まった。そして昨日と同じように広場の真ん中には大きなお皿が一枚、そしてそのお皿の上にはぐわーっと大きく口を開けている赤いお魚が一匹。けれどもたった一つだけ昨日の夜と違ったことがあった。集まった猫は全部で11匹。およ、太っちょくんたら来ていないね。お、本当だね。どうしたんだろう。風邪でもひいたのでしょうか。みな口々に心配しているみたいに言うけれど、本当のところはどうでもいい。今すぐお魚を食べたいのだ。あ、頭が食べたい。尻尾は嫌だ。ほっぺ、ほっぺ、ほっぺがいい。わい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 。ガヤ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 。こけごーこー諸君、一番鳥だ。今夜またもう一度相談しよう。次の晩も、その次の晩も、猫たちは話をしたが決まらない。なぜっていつまでたっても自分の気持ちだけをそれぞれ勝手に言い張っているだけなのだ。相談にも話し合いにもなっていない。これでは何度集まってみたところで話はまとまらない。ところが別の不思議なことがじわじわと起こっていたのだ。広場に集まる猫の数が毎晩どんどん減っているのだ。そもそも一番初めは12匹集まっていたのだ。つい次の日1匹減って11匹、夕べ集まったのは11匹から2匹減って9匹、今夜はさらに9匹から3匹減ってたったの6匹。何度数え直してもやっぱり6匹だけ。なぜなんだ？なぜ？なぜ？だが猫たちにとってはなぜかなんていうのはどうだっていい。彼らは心の中でつぶやいた。ということは、明日は6匹から4匹減って広場に集まるのは2匹だけってことかな？2匹だけでこのでっかいお魚を読むわけだ。明日はこの中で誰が来なくなるのだろう。6匹の猫たちはニヤニヤするのを我慢しながらちらっとお魚を見た。あれ、今夜のお魚、なんだか大きさが昨日よりもでっかくなっている。間違いない。6匹の猫は目をシパシパさせたりパチクリしたりして何度もお魚を見つめ直した。もしかしたらこれは毎晩俺たちのことを、お魚が俺たちのことを順番に。とてつもない寒気がして思いっきり毛を逆立てた猫たち、ゾーブルブルブル、ガタガタガタ、フガガガ、ギャーキャー、オタオタオタ、お助けまさにその時、お魚の口の中からエコーのかかった大きな歌声が夜中の広場に響き渡った。ジャンガ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 ジャンジャリンコジャンガリンコジャンガ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 ジャンジャリンコジャンガリンコ、ほー飲めやったえー
やっちゃいとでかいそこのよいよい、くったくったがまだ食える、はあまだ食える。お皿の周りに恐る恐る近寄って、お魚の口の中を覗き込んだ6匹の猫たち。はあ、あいつらお魚のお腹の中で食べ放題のダイエット化してる。ちょっと待った、全部食うな、私にも食べさせて。コケコーコー。一番鳥が鳴いた。コケコーコー。しばらくたって二番鳥。朝日が街を色鮮やかに染め出したとき、コケコーコー。三番鳥が鳴いた。三番鳥の鳴き声が街中に響き渡ったとき、ピカピカのお皿の上には骨だらけになったお魚と、もっこりお腹の十二匹の猫たちの幸せそうな寝顔が並んでいたのだ。リリ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 リ、おやすみおやすみ、お腹は満杯、おやすみおやすみ、いい夢を。おやすみおやすみ、幸せ満杯、おやすみおやすみ、いい夢を。ルール